シャツとの駅の、まあ、裏通りという不便な立地にもかかわらず、弥生軒はお店に入れない人が待ってます。一方こちらは、ルイスエッジカフェ、まあ、中華料理のカフェ、中華料理のカフェって何なんだって感じですけどね、ディープフライとか、ね、そんなメニューが並んでるカフェです。まあやっぱりね、日本食は人気という感じですね。